はい、30分ライブドローイング。本日はバラを描きたいと思います。で、いつもはね、ボールペンで描いてますけども、第2週は、今回は、ボールペンプラス、水彩、ペン単彩っていうやつですね。で、描いてみたいと思います。じゃ早速、4色ですね。で、赤で、これバラってね、どっから描いていっていいかって、未だによく僕もよくわからないんですけども、こういう回り込んでいる手前から描くのか、奥から描くのかってね、なかなかこう、で、しかもこう、中に入っちゃうとね、もうどこがどこだかよくわかんなくなりますよね。もうすでにこう描いててわかんないですけども、この辺はね、こう、なんかこう回ってますよねとしか言えないですよね。この大外のこの花びらがこううまく描けなかったな。描ければそれでよしとしましょう。とね、口数が少なくなってきましたけどね。で、緑。バラのね、葉っぱですので、こうちょっとこうギザギザがあったりして、で、ちょっと写真とは違いますけども、こういうふうにして、ちょっと、この額にこう、ちょっと沿うように、無理やり入れるようにして、花瓶書かなくてもよかったな。じゃあ、この辺でちょっとやめときましょう。はい、じゃあ、バラの、そうですね、青でこういう影、水彩で全部描いてしまえばいいんでしょうけどね。そんなに水彩が得意じゃない私としては。こうやってペンでこう影をつけていきます。でもこうやってこう濃いとこはね、濃く描いてしまえばね、あとはね、赤い色をパッての塗るだけで済んでしまうんじゃないかってね。これ黒ですね。さっきは青、今度は黒。あまり区別つかないですよね。この油性の4色のボール。4色でなくてもね、青とか黒ってこう、そんなに区別はつきづらいですよね。青もなんかこうね、ちょっとこうシアンっぽく出るとね、なんかいろいろ使い道も、絵として使い道も増えてくるような気もしますけども。筆記用具ですからね。ちょっと赤が弱くなってきたんで。4色だけで描くってバラをこうね、描いてましたけど、やはりね、結構大変ですよね。塗り込まなきゃいけないんで、そんなに指示する人も少なかったような、無理やり描いてしまったってこともありますけどね。この辺はラフなタッチで。
きます。さあ、じゃあ色をつけましょうかね。普段はまあこの水ペンと固形のスケッチ用のセットですね。最近あまりね、本格的に描いてないから、ちゃんとしたパステルにも色が乗ってないんですよね。まずは赤か紫か、ちょっとすいません、紫ですね。紫でちょっと影なんかをこうちょっとね、ざっくりとこうつけていって、で本来こうでもってね、ドライヤーがあればこう乾かすとこなんですけども、ドライヤーどっか行っちゃったんでね、ちょっとペン2つ使って、この赤が乾く前にまでに、ちょっとまだこっちの緑の方を、ささっとこう塗りましょうかね。このね、はみ出しても構わない、こういうスタイルがね、私は好きですね。塗っても塗らなくてもいいような、このいい加減な、このなんかこうスタイルがね。で、欲しい時にちょこっとこう切り渡したりですとか、どこに何の色が入ってるか忘れちゃったな、濃い色を出したりですとか、こうね。で、必要なのがティッシュですね。こうやってこう一回ちょっと色を拭いて、あ、色を拭く必要なかったんだな、もう一本あったんですね。はい、そろそろ赤が乾いてきたかな。じゃあこの手前のこのローズをこう入れます。こうなんかぐるぐる、回ってるのが分かると、こうバラってね、この微妙な色ムラが、でまたここで少し乾く間に下の瓶を攻めます。あ、瓶も少しこう丁寧に描き上がってですね、まあこの辺はね、そんなに大事なとこでもないんだけども、まあちょっと色があればいいでしょうという。で、中にこのバラの茎が入っているので、ちょっと瓶もこうね、ほんの少し緑かなんかをこう付け足してあげて、でまあここはちょっと影にしてあげると、瓶って言えばね、瓶になりますからね。黙ってると何が何だか分かんないですけど。はい、じゃあまたバラ行きましょうかね。今度はちょっと奥の方で、まあちょっと今回ね、荒技をやりますね。何が荒技か、丁寧に描きたくない時の荒技です。バタバタ全部塗っちゃいましょう。こんな感じで、この嫌がる人もいますよね。もっと綺麗に描きたいっていうね。いや、バラは何をしても美しいんです。でその時こう手前の黒いのちょっと残したいですよね。あとはまあもうこんなもんだってこう
描いてしまう。バテー、何がしたいんだ君はって感じでね。でこのねグリーンに触っちゃうとね多分ねダメなんですよね。あの補色関係なんでね。でまあ行き場のなくな持って行き場のなくなってきた赤はどうするかっつったらこう適当にこう紫入れたりとかねしちゃいます。そうするとねまたなんかね一緒でしょ、これがちょっともう少しこうビビッドの赤が欲しいかななんて急にね思い出してつけたりしてね。で緑、緑どうしようかな。緑もねなんかこうでも緑をはみ出すとなんかちょっとあれなんでね、青にしましょう。青をはみ出してなんかねちょっとグラデーションからか持ってきて緑攻めちゃえなんですね。本当に君は何がしたいんだってね感じになっちゃいましたけどね。バラが描きたいんだということでポタポタポタって乾けばそのうち滲むでしょうということでバラを描きました。まあ、こんな感じですね。それでこれ乾いたら最後のところにこうまた乗っけますけど、で乾いたらまたちょっとこれ濃いとこ付け足してそれで終わりたいと思います。とりあえずこれで今回は乾くのを待つのは大変なので終わりたいと思います。ちょっとこう真ん中にこう、どちらこうかな、これにしましょうね。はい、ご苦労様でした。また次回お願いします。